はい、充電が完了すると、ランプが消えますね。でこれで取ってもう一回下にするか。で、うん、走りますね。はい、皆さんこんにちは。今日ですね、この2007年に発売された、まあ、相当古いですけども、この Q ステアというですね、これチョロ Q のラジコンなんですね、のマイティフロッグのセット、まあザ・フロッグ、これまあマイティフロッグですね、皆さんご存知の通り、まあこれももっと古いですけど、ラジコン、マイティフロッグのラジコンの、いわゆる Q、チョロ Q サイズもこんなちっちゃいんですか、これですね。5センチぐらいですかね、5、6センチの、ちっちゃいチョロ Q。これでラジコンなんですね。で、これはですね、マイティフロッグのいろいろカスタム、例えばこのハイスピードモーターとかギアがとかステアリングもですね、ステア、タイヤもですね、こういったようにスペアがついていて変えることができる、オフロードとオンロードで変えることができるみたいなセットですね。あとこういった入れ物とか、まあ、パッケージもちゃんとついてますね。このセットがハードオフで2500ぐらいかなで売ってたのでちょっと買ってきました。多分ね、ちょっといろいろ調べてみると2007年当時はね6、7000円したのかな。なので、安くなる安くなってましたし、まあ、これ、一応新品未開封で、ちょっと開けてみたら、まあ、新品未開封じゃないかなと思ったんですけど、早速開けてみて、見たいと思います。はい、中身はこんな感じですね。メインのチョロ Q、Q ステアのマイティロークはこんなサイズです。めっちゃ小さいですね、本当に。高さが2、3センチぐらいですかね、この一番高いところ。で、長さがですね、だいたい5センチぐらいでしょうかね。はい、これが本体ですね。そしてこれがラジコンですね、はい、ラジコンがついています。ですね、単4電池3本セットしてありしました。でここを開いてパカッと開いて開くとチャージできるので、これでこのマイティフロークのチョロ Q をつけてチャージで90秒クイックチャージで書いてあったんで90秒チャージすると走ることができます。まあ、それ以外にさっきも言ったように、モーター、ハイスピードモーターとか、ステアリングですね。なので改造、カスタマイズできまして、それ以外にも、ちょっと、遊べるジャンプ台とかもついてますね。はい、ということですね。では早速、本当に走るかどうかですね。そこが一番大事だと思いますけども、2007年、相当古いですけども、マイティフロークの Q ステアですかね。はい。ちょっと走らせてみたいと思います。はい、チョロ Q のマイティフロークですね。ちょっと間近で見るとこんな感じですね。とても軽いですね。でちゃんとギアもついていて、まあ、ラジコンですからね、本当にこのサイズでラジコン、まあ、当時としてはですね非常に、まあ、技術が詰まったものじゃないかなと思ってます。かっこいいですね。はい、ディテールももうステッカーとか貼る必要もなくですね、最初からこのように塗装もされてステッカーも貼ってありますね。本当にマイティフロッグ好きな人はですね、たまんないんじゃないかなと思います。チョロ Q 自体もありますよね、確かね。で、こちらはチョロ Q のラジコン Q ステアということで、まあ、当時としては、2007年当時としては非常にこう画期的なおもちゃだったことが想像できますね。非常にかっこいい。これサスペンションもついてて、非常に、まあ、本当にオンオフ使えるような作りとなってます。充電はここを開けて、このはい、つきましたね。このように、リモコンにつけて、で、これ押すのかな？あ、そうですね。そうするとバッテリーのチャージャーの、ランプがつくので、これで50秒って書いてありましたね。まあ、でもね、まあ、このステアリングのリモコンはちょっと壊れてました。ラジコンが壊れちゃってましたけども、前後は走るし、まあ、一応右にカーブができるということで、まあ、相当古いんでね、これね、まあ、動くかどうか不安だったんですけど、とにかく走行はできたという感じですかね。まあ、とにかくね、やっぱね、マイティフローク好きな方あれですけども、非常にね、このミニチュアマイティフローク、もう本当ね、これ3センチくらいですもんね。非常に可愛いのでね、そこが最高でした。左に曲がれないんですね。右を曲がるな。まっすぐは問題ないですね。うん、
右は問題なんだけど、左がね、どうも。こっちが効かないな。こっちは効くね。こうやって回転ができますね。あ、なんかするのってきた。もうないのかな、で、充電が。あれ？急速充電で50秒ぐらいですね。ちょっと一回、もう一回充電してみましょうか。はい、充電が完了すると、ランプが消えますね。で、これで取って、もう一回下にするか。で、走りますね。相変わらず右はいいけど、左がやっぱ効かないな。ちょっとだけ曲がってるかな、気持ち。こっちはいいんですけどね。なんで、こういった回転はできる。